お疲れ様でした、大神さん。今回も被害が少なくてよかったですね。当然ですわ。あの程度の事故でしたら、私一人で十分でしたわ。スミレ、過信は禁物よ。町の人に怪我でもあったらどうするつもりなの？イエーイ、よくられてやんな。大体お前一人で何ができるってんだよ。なんですって？お、始まった。この二人の喧嘩を見んと霊撃に帰ってきた気がせんわ。もうコーランまでそんなこと言って。ねえレニー、なんとかしてよ。心配しなくていい、いつものことだし。まあこれ行事みたいなものですね。ほっとくのが一番です。かもしれませんけど、大神さん、なんとか言ってください。何をおっしゃいますの。私はカンナさんなんか。そうだぜ、あたいだってスミレなんか。へえ、二人ともお顔真っ赤っか。図星を刺されて恥ずかしがってるんだ。二人とも認めればいいのに。レニー、お前な、あれだ、だからあたいはほら。あら、カンナさん、私のことが好きなら好きとおっしゃればいいのに。なんだと？こんなトゲトゲのサボテン女、誰が好きなもんか。あらあら、何やってるの？いつまでも戻ってこないから心配になって来てみれば。大神くん、いいのよ。ほら、みんな疲れたでしょ。サロンでお茶でもしてきなさい。よう、待ってたぞ。早く入ってこい。ああ、今度の舞台は大神、お前に全てを任せようと思うんだ。舞台の演出から劇場運営まで俺のやってたこと全てだ。お前が総合演出をするんだ。大丈夫だって。楓君も補佐してくれるし、霞たちもいるんだ。それにな、これは俺が決めたことだ。大神、任せたぜ。大神くん、しっかりと頑張ってね。あたしも手伝うわ。ああ、無情だ。楓くん、渡してやってくれ。はい、支配人。大神くん、出来たての台本よ。パリを舞台に一人の男の生き様を描いたドラマなの。パリといえばよ、大神、パリ歌劇団花組に思うところのあるやつはいたか。そうか、半年しかいなかったしな。出る、大神くん、あなたがパリに行ってすぐ霊劇は大騒ぎだったのよ。みんなパリに行くって言い出しちゃってね。そんなこともあったな。大神は知らないだろうけどよ、楓くん覚えてるか。パリに行かせてくれなかったら二度と舞台に出ないってダダをこねたやつもいただろう。いましたね。あの時は本当に困りました。大神くんのよく知ってる人よ。その子とお正月も一緒に過ごしたでしょう。ほら、心当たりはない？そうよ、奇跡の鐘でも聖母様を演じたでしょ。
口に出しにくいだろ。この写真の中から選べばいいぜ。大神くんが帝都を立って1ヶ月ぐらいは平気なふりをしていたけど、自分でもわからなかったみたい。大神くんに会いたいと思うのがよほど不思議だったのね。隊長いる？おお、レニー、ちょうどいいとこに来たな。いいぞ、入ってこい。ここにいたの。みんなが探してこいって。隊長のことだから僕が行く方がいいと。ところで僕の名前が聞こえたけど。お前がパリに行きたいってダダをこねた話よな。それは事実と違う。僕は隊長のサポートをすべきと提案しただけ。ああ、そうだったか。レディからの提案だったから珍しくてよ。隊長のことを心配するのは隊員として当然のこと。僕は帝国歌劇団花組の隊員として司令に提案したまで。レニーは相変わらずだな。米田司令、みんなが隊長を待っている。連れて行ってもいい？ああ、いいぜ。俺の話はもう終わったからよ。それじゃ隊長、みんなが待っている。行こう。あ、大神くん、アーム上の逮捕、みんなの分も持って行ってね。隊長、僕についてきて。信じること、そして安らぎ、それともう一つ、隊長と別れてみて分かったことがある。会いたいのに会えないという辛さ、そしてパリで隊長に会えた時の奥から湧き上がる言葉にできない喜び。隊長、これからはずっと一緒だよね。僕にもっといろいろなことを教えてくれる？
長、そろそろ行こうか。サロンでみんなが待ってる。注意、遅いですわ。あまりにも待ちすぎて首が長くなってしまいました。それで大神さん、次の舞台は何をするんですか？おおきに大神はん。ところで、ああ無常ってどんな話なん？19世紀のパリを舞台に、ジャン・バルジャンという殿方の一生を描いた感動巨編ですのよ。原作を読んだことがありますが、それはもう涙なくては語れない素晴らしい物語でしたわ。はいはい、わかったわかった。話は後で台本読むからいいとして、で、今回の主役は誰なんだい？ジャン・バルジャンは男だろ。なら、あたいか。確かにそうだな。隊長は男だし、それもいいかもな。何言ってるですか。注意さんに花組の舞台が務まるわけないです。いや、おもろいんちゃうか。ドタバタコメディにしたら大神はんかて舞台に立てるで。それも面白いわね。でも配役は決まってるの。今から発表するわ。それで配役なんだけど、ここでみんなに伝える？それとも私が後でさくらたちに伝えていく？ええ、わかったわ。それじゃあ図書室に行ってみんなで台本を読みましょうか。はーい。ねえねえ、一緒に台本読もう。うん、いいよ。みんな行ったみたいね。さあ、大神くん、私たちも行きましょう。無常について詳しく知ってる？かなり長くなるけど、あらすじの説明をした方がいいかしら。そう、わかったわ。そろそろあの子たちも台本を読み終わる頃ね。大神さん、台本読み終わりました。ジャン・バルジャンってとっても立派な人だと思います。腕っぷしも強いしな。ジャン・バルジャン役、あたいがやりたかったぜ。しかしジャベールは不愉快ですね。この人は堅物すぎます。そうかいな。うちその役やねんけど。不愉快さなら強欲なテナルディエフさえも負けていませんわ。そうでしょうか。私その役なんですけど。ジャベールもテナルディエも性格がひん曲がっているとしか思えませんわ。確かにムカつくやつだけど、それをスミレに言われると腹立ってくんな。そういう時代だったのよ。戦争や病気のために人々の心が荒んでいたの。戦争があったの？19世紀のフランスは今のパリみたいに華やかじゃなかったんだ。まあ、コゼットとマリウス中2人が結婚するお話はハッピーでええんやけどね。そうですよね。この2人の結婚のお話、希望に満ちていて好きです。恋人の役なのか。お似合いだね。
うだね。頑張ろう。とは言いましても、このお話には不愉快な方が多くて嫌になりますわね。まあまあ、スミレはん、これは昔の話やし、勘弁したって。違うわよ、コーラン。ああ、無常の作者がね、こう言ってるの。人々が苦しんでいる間は、この作品を読む必要があるだろう。この意味、大神くんはわかる？そうね、この話には真実があるわ。人の心は弱い。だから支え合わなければならない。ジャンバルジャンにとってのミリエル司教のようにね。そういうことかいな。さすがは大神はん、ようわかってはるわ。みんなもわかったわね。だから米田支配人はああ無常を選んだのよ。わかりました。私たちが帝都の人たちの心の支えになります。そのことこそが私たち帝国歌劇団の真の任務ですから。それじゃあ最後に重大な発表があるの。今回のああ無常は大神くんに舞台の演出から劇場運営までやってもらうわ。要は総合演出ね。大神さんが総合演出ですか？うわー、すごいじゃないですか。総合演出の大神くんに挨拶をしてもらうわね。はい、どうぞ。それじゃ、これで解散ね。明日からは衣装を着ての舞台稽古をしましょうか。隊長、総合演出なんだね。おめでとう。隊長とならきっといい舞台になる。僕はそう信じてる。じゃ、これで。